そして赤コーナーに攻めていく、今度は山田だ。さあ山田が来るとまたひときわ声援が大きくなります。川崎対カンダラフ、結局もう一度ちょっと距離が離れてたが、今度は顔面のあたりに強烈なドロップキックであります。さあそしてこれは、まあ、仕草がよく見せました。非常にこの高さのない低い体勢からのフレームバスターであります。まあ、さんああいうところを見ますとね、まあ、ちぐさみたいだなみたいな ね、 すごいね感じがしますけれども、ね、まだちょっとやはり上半身見ると細いですかね。ちょっとね、なんとなくこうキックにもね、なんかこうパワーが感じ、もう一つ、いつもあの昔と比べるとパワーが感じられない感じられないですね。はい、さあそのキックをかわした、かわした、さあ取ったが、うまい、バックを取った堀田に対してうまいフォローです。見た、さあ6世の2人攻撃、ダブルのショルダーアタック。これはこれはなかなかすごいスピーディーな展開だ。ドラッキックか、ミサイルキックであります、片足ミサイルキック。さあカウントが入る、カウント2つ。何かこれはちょっとあの解説者の皆さんにいろいろお話を伺おうと思うんですが、それができないぐらい、さあそのまま落とした、カウント2つ。リング上の動きが本当に息もつかせぬ感じなんで、ちょっと安倍さん、なかなかこれお話するのは難しいですよ、これね。もう本当、最初からスピーディーですね。全然途切れませんね、流れがね。何かジャガーさん、これが女子プロレスだっていう感じでやってくれてるんじゃないですか、これ。そう、いいリズムでね、動いてますよね。非常にいい動きを6人が見せています。本当にいい試合です。さあ、舘野のりおが出てきた。さあ、舘野と、そして南鈴香。両チームの総大将か。さあ、これはちょっとロープ付近。さあもう一度南がダブルアームの対戦に入るぞ。ダブルアームスープレックスか、さっきのお返し。さあ腰を落ち着けました、縦野。縦野はやっぱりね、阿部さん腰がねちょっとね悪いんでね。そうですね、そろそろこの年代になってくるともう2000試合超えてますしね、しかしまあアスカ動きだけ見てるとね、はい、縦野もまだまだ若いよねっていう感じはしないと思いますよね。やっぱり若いですよ、まだ、さあエアプレーンスピン、そしてこのまま落とします。さあそしてあアピールをして、さあここはバックドロップカーブ、その前に落とした、前に落とす。さあそのままホールの体勢に入った、カウント2つ、ブリッジで逃れます。さあ、あとネックリカ。さあ、そしてもう一度ネックリカドロップ。さあ、そしてカウントが入ります、カウント2つ。この2人のレスリングを見ていてどうでしたか、ジャガーさん。あの若い2人ですか。若い2人今ずっと戦ってましたけどね。そうですね、あのやっぱりそれぞれがね自分の良さっていうものを引き出せるようになってきたなと思って見てましたけどね、今ね。あ、なるほどね。ね、三田の方は自分の大きさをねやっぱり感じさせるような大きい技を覚えてきてましたしね。あ、そうですか。さあそして北海美子が出てきましたが、ダブルアームは力を出す、そのまま落とす、そのまま落とす、カウント2つ。何か今ちらっと三田が赤コーナーの方を見ると、あ、こう山田に対して北海がパンチ。ああじゃなくちゃいけませんよ、ああいうのは最近ないですもんね。ね、さあ、おー、ノリオコール、ノリオコール。さあダブルアームの体勢からそのままカウント2つ。さあそしてもう一度、おっとこれはない、カウントは2つです。非常にスピーディーな展開であります。さあさあ南が出て、そして山田、さあ南と山田の2人攻撃、ドロップキック、ゴロに受けました。空中で体がしなるばかりの強烈なドロップキックがありましたが、おっとうまい。さあそして逆にボディアタック、さあカウントが入る、カウント2つです。あー大きな大きなアピール、それに対してファンの声も聞こえます。さあ上がった、うまい、うまい、逆さ抑え込み、カウント2つ。さあそして、あ、もうちょっと見ていたかったような気がしないでもないですが、さあ取ったと、さあ3人だ、これはうまい、南がうまく避けます、南がうまく避ける。さあそして結局ドンキ同士の対戦になるか、山田が加わった、山田が加わった、何をするんだ、前に落とす。さあそして山田が持ってきて、今の攻撃権は南鈴鹿にあります、南鈴鹿が飛ぶ、あっとこれは自爆。さ
つきました。南鈴鹿のジャーマンスープレックスホールド、カウントは3つです。いやー、しかし阿部さん、いい試合でしたね。いやー、すごいでしたね。やっぱりね、下田と三田がね、はい、よくなってきたなという感じでした、ね、おやおや、マイク持ってますよ。皆さん、長い間ご支援いただいてありがとうございます。あれ、3月17日の後楽園ホールで引退します。いきなりの引退宣言です。縦のノリを川崎市体育館のこの四方のリングの皆さんに大きく一礼をして、今ノリを通るアスカ、3月17日で引退。そうですね、残念な気もしますけれども、まあでもやっぱり本人が決めたことですからね。今日の試合でもね、随所随所に光ったところを見せて、まだまだ若手の手本になってほしいなと思ってたんですけどね。まあまあ、全日本女子プロレスが縦のノリを失うということがどれほどの人でいけるかということを、これから分かるじゃないですか。そうですね、本当に残念。3月17日縦のノリオの引退試合を迎えることが今本人の口から発表されました。見事勝利を収めた3選手がこちらに来てくれてます。見事な最後のジャーマン、素晴らしかったですね。ありがとうございます。一言ですか？嬉しいです。やっぱり今年1年自分がなんか頑張っていかなきゃいけないというのもあって、自分自身に勝負をかけている年なんで、先輩から金星を挙げられたということはすごく嬉しいです。はい、はい、おめでとうございます。今日はそれぞれが自分の仕事をしていたように思うんですけれども、どうですか？蹴りを重点的に出そうと思ったんですけど、うまくまだコンビネーションとかもうまく自分で出せなかったんで、もっと勉強してもっとすぐ自分のものにして出せるようにしたいと思います。はい、三田選手はどうでしたか？先輩と組んでしまうとどうしても先輩に頼っちゃうっていうか、気持ち的には自分でやろうと思ってるんですけど、すごい今日も負担かけてしまったっていうところがすごい反省点。はい、3選手おめでとうございました。